久保さんいや、PayPay ペイペイすごいですね。まあちょっと僕のお見せしましょうか、今、PayPay ペイペイの状態。このボーナス獲得カレンダー。<laughs> ボーナス獲得カレンダー、すごいことになってますね。はい。ボーナス獲得カレンダー。 えー、毎日、えー、と3円170円1 5千円二円235円113円3円,3円16円41円13円3円138円14円3円3円20円3円155円313円なんだえーえー、なんだちょっとピッと13,000円845円13,000円 ま,あまたちょっとこれね、また今、今現段階でのあれなんで、もうちょっと増えるかもしれないですね。はい、もうほぼ毎日ふ、ヴ米ペーの入ってくるみたいですね。<laughs> こう銀行の、銀行の金利、何円ですか <laughs>、ね、銀行の円何5年定期とかいくらですかわ <laughs> かんないですけど、これやばないですかマジ、半端ないですよこれもう。 だもう本当ね、僕ね、あのそうあの、ね、すごいびっくりしたんですけど、久保さん。この PayPay ペペ祭りの最後、土曜日、日曜日だったじゃないですか。で土曜日、セブンイレブンで僕、セブンイレブン回ってたんですよ。ね、土曜日、あの、PayPay の,のグランドフィナーレがセブンイレブンだと1000円マックスなんですよね。で、その1000円マックス行くためにちょっと回ってたんですよ。で毎回毎回、そのコンビニでセブンイレブン回って、タバコ買ってたんですけど。<laughs> で、その回ってる時にね、夜、 なんかセブンイレブンでなんかめっちゃ大量に買ってるねあの家族がいたんですよ。まあ、子供さんとお母さんねでなんかめちゃめちゃけっかか買ってるん,んですよ。で3000円くらい買ってるん,んですよ。あこれペ a ペ p 祭りだと。ね、これペ a ペ p 祭りだからこんな買ってるんだ。だってセブンイレブンですよ。定価セコンビニってまあ一応定価じゃないですか。ねまあ、3000コンビニで買うんだったらまあスーパーで買った方が絶対この安いわけじゃないですか。 でそれ3000円で買ってるってことは、あのー、まあまあ、ペイペイだな、20%なん,かなんだろうなと思ったら、現金としてですよね。<laughs> どういうこと <laughs> みたいな。<laughs> マジっすかみたいな。<laughs> え、そこ現金なんだ <laughs>、えー、<laughs> みたいな。えみたいな。マジでって、お俺、僕なんかあの、タバコ、すみません、僕、タバコを1箱買うのに回ってたんですけど。 ね、その、二箱買うより一箱買った方が、あの、ペイの場合だと、その、一回カウントされるんで、一回でも使うと、一回カウントされて、カウントが増えて、50回カウント超えると、次の0.5%バックもあるんで、だから、回った方がいいんですよ。で、しかも、タバコが安くなることってまずないので、でも、この前の最後は僕は、560円なんですね、今、タバコ。だけど、バック140円とかあるんですよ。なんか、実質、タバコ400円ぐらいか。 でそれで買い占めて今タバコ20箱ぐらいあるんですけどだ20個ぐらいでセブンイレブン回りましたね <laughs> ケッチー男なんですけどまあでもタバコが安くならないんでまあそのね海外とか行ったら安く買える場合ありますけどタバコが値引きってないじゃないですか <laughs> でもねタバコ安く買えるってすごいですねこれねまあタバコ吸わない人からすると別に何とのことでもないですけど ねあと楽天ポイントとかも、もう1兆、一兆円だったら配ってるんですよ。楽天ポイントって。楽天ポイント2兆円だったかな。やばないですか。楽天ポイント何兆あ、2兆ポイントですね。2020、二千二十年、去年の2020年9月13時点で2兆ポイントを配ってると。2兆円ですよ、ポイント。楽天。やばないですか。 2兆ポイントっていうね。2兆円配ったんですよ。ポイント。じゃあ、その2兆円ね、楽天配ってますけど、じゃあ楽天赤字なのかっていうと、黒字ですよね。楽天って今黒字ですよね。赤字じゃないの多分。楽天く、黒字。どうなんだ。楽天、楽天ってどうなんですかね。楽天営業利益。 あ、楽天ポぽいト、楽天営業利益か。楽天営業利益。あ、すごい。ここニュースになってますけど、楽天モバイル投資で赤字も4位に甘んじるつもりはないと。楽天は、えっ、ー、と、これ、今年の2月の記事かな。楽天は12日2020年度及び第4期決算を発表した通貨の売な上であの同期15%増。 売上高は前年の同期比15%増の1兆4550億円で営業利益モバイルの先行投資がかさみマイナス1027億でモバイルと物流投資事業の損益を除くと営業利益は148億円営業利益,益148億出してますね <laughs> 1>, <laughs> 1兆円のポイントばらまいて、でね、楽天のモバイル行くぞーっつってね、多ん先行投資バンバン今 CM 出してますけど、それでも営業利益140億出してるんですよ。やばないですか <laughs> すごいですよね。だからその、まあ、この前に、ね、三木谷さんの,その近畿大学の卒業スピーチ見ましたよそこでも言ってましたけど、楽天モバイルやるときにめちゃくちゃ反対されたっつってましたね。うん、だけど今、顧客もう300万人ぐらい、たぶんあのキャンペーンで、 300万人以上獲得してますからね、顧客。ということは <laughs>、300万人も獲得してるんですよ、確か。楽天モバイルのユーザーのアンボだ、今。まあ、それのね、分割決済、あのね、継続決済入ってくるじゃないですか。楽天モバイル、えー、人数。だ今はね、あれだと、あの 300, あ300万人いったのかな。あ楽天モバイル、200、300万達成ですね。うん。す,すごくないですか ?300 万人ですよ。 <laughs> これ月額でね5000円ぐらい抜いて300万人でてどれぐらいだって話じゃないですか <laughs> まあもう全員がね月額払う解約する無料の時期で解約する人ももちろんいるんだけども残る人は残るんですごいっすよねこれね。 だからもう時代は本当に大きく変わってるのでこういうそのお金のリテラシーというか、うん、生きていく上で大事じゃないですかだって物は絶対買うんでね久保さん水買ったって言ってましたけどまあ今飲まなかったとしても水は絶対飲みますよね水なかったら人間生きていけないのでだからなんかその絶対なんか買うじゃないですかだからお金って絶対使うのでだからまあそこのなんか勉強あいあのお金のリテラシーっていうのは 本当に強めた方がいいと思います。だから僕はね、あの、カルチャーショックでしたね。コンビニで3000円ぐらいブワーン買ってね、結構待ってたんですよ。ピッピッピッピやってたんで、めっちゃ買ってんなと思って。最後、現金ですからね、オチが。マジで、しかも、ペイペイのグランドフィナーレの最後、土曜日、土曜日ですよ。そう。で、僕は日曜日に買い占めたんですけど、あのソフトバンクユーザーは10%また上乗せられるんで <laughs>。やばかったですね。だから、昨日は10万ぐらい落としましたね。 10万くらい。昨日10万くらい買いましたよ。プロ、あの、昨日で一点張りで <laughs>。そう。まあそんな感じでね、あの、まあ本当時代が大きく変わってます。マジで。この時代をに乗るか乗らないかは、まあ勉強するかしないかですね。本当に。超大事だと思います。うん。だからまあ、僕もね、久保さんペイペイ運用してるって言ってたんで、ペイペイのね、僕も、 今後まあ、これ毎日これ入ってくるので運用してその運用したお金がどう増えたのかっていう動画のネタにもなるじゃないですかだからこれうんあのボーナス運用っていうのをねこれしてもいいかなと思ってますまだしてないですけどだから動画のネタとして例えばあの10万円をねまあ、まあ、その一般大衆向けで例えば3万ぐらいを運用したらどれぐらい入っていくのかとかねその誰でも再現性があるようなその見せ方でやるか。もしくは 100万、200万っていうのをぶち込んでどうなるのかっていうのも面白いだろうし、まあ僕、ペイペイ多分今後もずっと使うので、動画のネタにもなるじゃないですか。<laughs> めっちゃいいですよね。で、ペイペイで僕の久保さん、あのデータによると、ペイペイの動画も何本かアップしてるんですけど、この前ね、僕のアナリティクスで、あの、伸びてたやまあ多分ね、今回のペイペイ祭りのおかげだのもあるんですけど、 これね、前に撮ったねペ、PayPay ペの動画が伸びてたんですよ。ちょっとデータ提供しますけど、なんだっけな。あ、この PayPay ペ、ペそう、これがね、伸びてましたね。最近ペ。PayPay ペで買い物してボーナス1000円を当てるテクニックっていう動画が、これが、あの、伸びてました。これがね、2、3000回回ってんすよ、今多分。 今2694回回ってますね。で、ここ直近でちょっと増えてるって感じですかね。で、このペイペイボーナスを当てまくるテクニックっていう動画をいつアップしたんだ、これ。多分去年ぐらいだと思うんですけど、これ去年ですね。あ、じゃあ2年前ですね、久保さん。2019年10月2日ですね。あ今2021年でしょ。2019年10月2日にアップしてるペイペイ で、買い物してボーナスを1000円当てるテクニック、ペイペイの使い方っていうやつ、タイトルですけど、これ2700回ですね、2600。で、えっと、広告収入が11ドルですか。はい。どうですか、久保さん。今後ペイペイいいですよ、これ <laughs>。そう。2年前にアップロードした動画がね、いまだにこう、徐々にこう、回り続けてるっていうね。ペイペイいけますよね。うん。はい。ということで、 終わりますいってらっしゃい